園長の子供のまーちゃんです。 GHQ が恐れた本当の日本ということで新企画が始まりまして、ちょっと長編になりますが、伝えたいことはたくさんありますので、皆さんに知っていただきたいということで、前回はなんだ、日本人の多くが過去の行いに対して異常なまでの罪悪感を植え付けられ自信喪失に陥ってしまったばかりか、軍隊や戦争について冷徹に考えるという習慣を完全に失ってしまったというところまででした。では今回はその続きをいきたいと思います。そんな日本人の精神破壊工作と同時に行われてきたのは、アメリカなどソ連を除く連合軍が日本に対して行った残虐行為を極度に矮小化し、あるいは巧みに隠蔽し、さらには美化するいわゆるホワイトウォッシュという手法だ。例えば満州に侵攻したソ連が日本の遺留民婦女子ですね、遺留民婦女子に対して凄まじい暴行を働き、何十万もの日本兵をシベリアに連行して抑留して強制労働をさせた結果、戦後に少なくとも6万もの人々を死に至らしめたのはある程度知られた事実であろう。一方の米軍もまた沖縄戦の最中に1万件以上の交換事件を犯している。戦後には東京大森の病院に200人以上のアメリカ兵が押し入り、看護婦や妊婦を集団で強姦したという事件をはじめ、初めて知った。数千人からおそらくは数万人の日本女性が暴行を受けているが、こんなことは戦後日本で語られることはほとんどないと。聞いたことないですもんね。私も調べた中でないですね。大森は昔東京にいた時は大森結構いたんですけども、そういう話聞いたことないですね。うん、駅は綺麗ですけどねはい、また米軍のみならず英軍や皇軍、乱軍、そして仏軍は多くの日本戦犯容疑者を証拠不十分なままに1000人近くも処刑し、各国の戦犯収容所では彼らに対して筆舌に尽くしがたい肉体的拷問と精神的恥ずかしい目を与えたが、これも日本人にはほとんど教えられていない。そんな巧みな日本人への罪悪感植え付けと連合軍のホワイトウォッシュという心理作戦は、主に日本の大手マスコミや学者、教師らによって大いに宣伝された。そういえば、あれですね、日本のテレビを作った方、名前なんでしたっけね、なんだか翔之助、翔、なんだっけ、うん、も、あれですね、アメリカのスパイで、アメリカに、命じられて、テレビ局ですね。どっかちょっと忘れましたが作りまして、で
アメリカに不都合な放送をしないようにと、逆にアメリカがいいようにというような放送をしたということが後日明らかになりましたね。その筆頭に挙げられるのが、戦後すぐに GHQ が日本軍国主義者によって、騙されていた日本国民に軍の行った非道を知らせるために台本を作り、あの皆様の NHK が放送した真相はカウダ、まあこうだというラジオ番組だろう。南京大虐殺という史実が初めて登場したのはこの番組だ。へえ。米軍の原爆投下は軍事目標を狙ったものだといった明白な嘘や、日本の悪い点だけでなく日本の美点までも巧みに挿入することで、日本人に受け入れられやすくし、全国で繰り返し放送された。ちなみにこの番組では、日本の悪を強調する際には、戦場的な音楽と効果音、さらに驚々しい語り口が用いられた。この手法は、今日のウクライナ報道でもさらに進化した形で健在であると。その結果、歴史的にも社会的権威に対して抵抗力を持たなかった大多数の国民は、そんな GHQ が作成した日本悪魔化工作を無批判に受け入れ、言われるがままに日本軍、特に陸軍を批判し、やがて民族的な自信を喪失するようになったということですね。米国人に肩こりはいない。どういう意味ですかね。そんな GHQ と NHK の合作番組の次に来たのが、米国の映画やテレビ番組の涙。それらは米国社会の圧倒的な豊かさを示すことで、日本社会に長く存在していた欧米文化への劣等感や憧れを刺激し、正義の味方である米国の保護の下で、経済と技術の発展に全てを捧げることこそが目指すべき正しい生き方であると日本の大衆に教え込んだのであると。かくして多くの日本人はそんな 3S 政策とは、スポーツ、テレビ、セックスのことですね。これはよく言われますね。GHQ 占領下の日本においてこれらを普及させることで、大衆の関心を政治に向けさせないように仕向けた愚民政策だそうです。にどっぷりとはまり、そうですよね。未だに投票する人少ないですもんね。だから、今も7年間の占領政策が未だにあるということが、結果的にはそういうことになってますよね。まあそれにはね、一役としてテレビもラジオもそういうのもあるんですけれども、まああと日本の教育ですね。先生方、
東大から全部あれですね、公職追放があってね、ほとんどのが共産主義者、社会主義者の人たちが学校の先生とかやってですね、私も最初に言ったようにうつをずっと疲れてきて、本当の日本人、自分は日本人だという誇りをなくさせられましたからね、うん、はい、どっぷりとハマり、戦争プロパガンダに対抗することや過去に冷徹に見つめ直すことを忘れてしまった。その結果、かつて戦闘機で遊び半分に、女友達への機銃掃射を行い、主要都市の多くに雨のような小榴弾を降らせ、雨粒さえ2発の原爆投下を落として、わずか半年余りで50万人の民間浮上士を殺害した米国にすがりつき、無条件に憧れるまでに堕落したのであると、うん、まあこの無条件で言うと本当は有条件なんですけどね、うん、条件があるから、何ですか、うん、いろいろと日本のものが残ったりしてるところはそういうことなんですけどね、まあ、ちなみに、この筆者がね、高校時代英語の授業で、教師から米国人は体格がしっかりしているから肩が凝らないので、あ、これか、英語には肩が凝るという表現はない一方日本人は体格が貧弱だから肩が凝るとか、米国の男性は絶対に泣かない、泣きそうな時は下唇をぐっと噛めと教わる、しかし日本の男はよく泣くと教わったことがあるとそんな時、私は教師に対して、米国には多くの人種がいると聞くが、日本人でも日系人のように米国籍を取ると肩が凝らなくなり、男は泣かなくなるのですかと問うたものだったが、県の教師が、食べ物は向こうの方が良いから日系人も肩は凝らなくなるんだろうなと言ったので驚いた記憶があると面白いな。その後海外に住むようになってからは、好きな女性に振られておいおい泣く白人男性に何人も会ったし、ある米国人学生に、日本の学校で米国人は肩が凝らないと習ったぞと言ったら、どこのバカだ、そんなことを子供に教えるのはと言われたものだったなんだかな、バカだな。戦後はほんと、戦争プロパガンダで快楽する人々。私自身が許せないのは、そんな戦争プロパガンダを海外にまで、出かけていって撒き散らしている日本人が少なくないことだ。かつてオーストラリアのある企業で働いていた際、同僚のある日本人男性は、ことあるごとに現地人らに対して日本軍の悪行を言いふらし、日本人は世界中に謝罪すべきだが、それをしていない、だから自分はあんな国を捨てたのだと言っていたが、
その話をする時の彼の表情は自己陶酔のそれであり、光沢的であった。さえあった。その中で最も腹立たしかったのが、大東亜戦争中にパプアニューギニアで日本軍が組織的な人肉種を行い、16,000人もの現地人女性を性奴隷にし、その後に殺害してその肉を食ったという週刊朝日1997年10月17日のスクープルポであった。来ました朝日。当時のニューギニア戦線は食料補給が完全に途絶し、第18軍司令官であった足立23将軍でさえ、あ、これ名前なのかな、うん、間違いなったらごめんなさい、はい、終戦までの1年間は一粒の米すら口にできない飢餓状態だったという。一部の日本軍将兵の間で人肉食さえ発生するほどの生き地獄であったのは事実だろう、うん、これは聞いたことありますね。しかし当時は一方で多くの現地人が日本軍将兵を助け、こまごまながら食料生産を支援していることから、発生件数としてもかなり少数であったことは間違いない。だがこの記事は投入された18万の兵力のうち最終的に1万2000人しか生き残れなかったこの飢餓地獄において、日本軍将兵は自分たちの数よりも多い1万6000人もの現地人を性奴隷にして、そのうち5000人以上をレイプした後に殺して食っていたなどとするエログロ物語仕立てになっている。日本人食べねえよ、中国人と違って。私はここで非難されている陸軍第18軍が実際にいたセピック地方に仕事で数ヶ月間滞在した経験があるが、この記事が大嘘であると明言できる、戦時中に日本軍と交流のあった現地の老人らに取材をしても、こんな話は一度も出なかったし、今日でも自分の生年月日すら知らない人が多い国で、半世紀以上前のそんな被害について単数まで記憶されているわけもないからだ。このヨタ記事を書いたのは、それまでパプアニューギニアに行ったことさえなかった須藤マリコという女性ジャーナリストであるが、こうして日本の悪を声高に叫ぶ人たちに共通して感じるのは、海外で日本の悪を叫ぶことで欧米人に認められたいとする欧米コンプレックスであると。須藤女子も週刊朝日の記事の中で白人男性への強い憧れを隠していないが、彼女らはそうやって過去の日本人の誇りを売ることで精神的快楽をし、自分だけはそんな悪に染まっていないということを外国人に証明し認められたいと願っているのであろう。そういう意味では彼らもまたあの GHQ による日本悪魔化工作の犠牲者であるとも言えよう。
つまり GHQ が行った日本悪魔化工作によって日本人の多くは二度と欧米諸国から避難されたり悪の烙印を押されたりしたくないという強烈な心理的トラウマを受けてしまったのだと。そのため少なくとも現在の日本人は常に正義の側にあるのだということを欧米諸国、特に米国に信じてほしいと願い、そして中国などに対しては日本人の方が道徳的に上だということをアピールするためにも、米国が新たに認定したロシアのごとき悪に対して問答無用で声高に非難しようといった心理的窮迫感に無意識的に支配されているのではないかと筆者は勘ぐっていると。このように一民族の精神を約一世紀にもわたって蝕み骨抜きにしてしまうところが戦争プロパガンダの本当の恐ろしさだが、恍惚な欧米人にしてみれば日本人ほど騙しやすい相手はいないだろう。国益と次世代のため日本人は天の弱になれ。現在のウクライナ情勢は日本の大手マスコミの相変わらずの凄まじい変更ぶりと、それに翻弄されている日本人の精神構造を如実に示してくれている。しかしここで忘れてはならないのは、日本の安全や国益が関わる重要な情勢を分析する際には、愛や憎しみあるいは善悪といった主観的な見方をなるべく排除すべきであるということだ。ヒトラーは大衆の圧倒的多数は冷静な熟慮でなく、むしろ感情的な感覚で考えや行動を決めるという女性的な素質と態度の持ち主である。だがこの感情は複雑なものではなく、非常に単純で閉鎖的なものなのだ。そこには物事の差異を識別するのではなく、肯定か否定か、愛か憎しみか、正義か悪か、真実か嘘かだけが存在するのであり、半分は正しく、半分は違うなどということは決してありえないのであると言ったが、戦争プロパガンダの基本原則はまさにこのヒトラーの言葉に集約された大衆の弱点を徹底的に刺激することにある。そして日本人の 大半は終戦の日から今日のウクライナ戦争に至るまで、そんな基本原則を全く踏み外さない戦争プロパガンダに翻弄され続けているのだ。もし日本人が本当に国益と次世代の人々の安全を考えるのであれば、最初になされるべきはこんな戦争プロパガンダを冷徹に見抜く力をつけることであろう。そのためにも日本人はもっと疑い深い天の弱になるべきではないだろうかということで、そうですね、ものすごくアメリカが心理作戦を行っかなり日本人がね、戦争の話になるとね、
日本人が悪い、日本人が悪いとかっていろいろねありますよね。バターの更新とかでさ、捕虜のアメリカ兵に対して日本人が木の皮みたいなのを渡して、こいつ何考えてんだみたいなね、そんなの食べれるわけないだろうって捨てた、それは実はごぼうだったとかね、うん、日本人は食べれたんだけど外国人は食べれなかったとか、そういう話とかいっぱいありますよね、隠れているところ。でもよく考えれば、この日本国内だけ考えれば悪い話多いですけど、東アジアとかね、そちらの方の国ですね、あちらの方で行けば日本が米国白人と戦ったことにより、自分たちが国を持てた、奴隷を解放してくれた、日本人が残って一緒に戦ってくれたっていうすごい、感謝の国もありますし、言語でね、俺びっくりしたのが、共通、世界共通語というか第二言語で日本語になってる国が2カ所か3カ国ぐらいありましたね。だから日本語と自国の言葉と2つを覚えるっていう形を取ってる国は未だにあるみたいですね。台湾だけじゃなくてね、うん、だから戦争がね、まあでもね、今の大学生はアメリカと戦争したことさえも分かんないちんぷんかんぷんなやつがいたりして、ほんと、ね、なんとも言えないところがありますよね、まあ、ちょっと今回はですね、いろいろと、まあ、言いたいこともいろいろありますけども、まあ事実に基づいて、作成された資料を皆様にお伝えしたいなということが目的でちょっと作りましたけど、この動画配信ですね。なのでどんどんちょっと進めていきたいと思いますね、まあちょっと時間があれですけど、次はですね、終戦後の沖縄で何があったのかと、GHQ が奪ったもの、残したものということで、 GHQ は沖縄から戦前の歴史を消し去り、本土と断絶するためのプロパガンダを本土復帰まで27年間にわたって実行したと。ただし当時には負のレガシーだけでなく、プラスのレガシーもあったと。それにより現在も沖縄はある分野において日本本土をもしのぐほど高度なシステムを維持し続けているということで、そういえば沖縄の知事変なこと言ってましたね。アメリカから独立、そして日本からも独立で、沖縄だけの国にしようとかなんとか言ってましたね。びっくりしましたけどね、
もともとは、まあそういう人なんだろうなと思ったけど、よく知事がそんなこと言えるなと思って。米国はまあ、まだしも、日本から沖縄がなくなると。そうすると、大変なことになりますね。もう戦争の緊張状態が続く。要は沖縄がなくなるということですよ。沖縄がまず中国と米国の戦場にまずなって、日本人全員殺されるんじゃないですかね。で、それからどうなるかですね。中国がうまく入ってくるか来ないか、そこら辺だとは思いますけども。行きましょう。簡単に、ちょっとだけね、歴史の改ざん、したたかな、離日工作。第二次大戦後、沖縄では本土のように元軍人や政治家などの公職追放はなかった。県出身で優秀な人材は東京に居住していたからだ。ところで沖縄は第二次大戦終了間際の1945年4月に米国によって軍事占領され、72年5月15日までの27年間統治された。ただし52年4月28日以降はサンフランシスコ講和条約第3条による日本の潜在主権を残した間接統治であったと。統治権者は米陸軍中将が担ったが、その直属の指揮下にあった米陸軍第7心理作戦部隊が住民、特に我々戦後世代に徹底したマインドコントロールを行ったと。はい、お時間になりましたので一旦ここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この機に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ、またね。